You're so beautiful girl 그대는 내 바람을 따 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 皆さんこんにちは、まことです。今日は久しぶりに Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。で、ちょっと今実家に帰ってきてるので実家から撮っているんですが、今日今撮っている日は5月1日、私の誕生日です。誕生日の朝ということで、誕生日 Get Ready With Me みたいな感じで今年の抱負とか、抱負っていうのかな、まあ、今年どんな1年にしたいかとか、まあ、そういう話、誕生日っぽい話をしながら早速ね、メイクをしていきたいと思います。はい、ではやっていきます。スタート。まず今日起きてスキンケアも何もしていないのでスキンケアからね、やっていきます。ちょっと実家だからいろいろポーチに入れて持ってきてるんですけど、最近はこのイプサの化粧水を使ってるので朝もたっぷりやっていきます。ゴールデンウィークに入る前に4月の後半から、帰省してて、今回は1週間ぐらいこっちにいる予定で、もうあと何日かで帰っちゃうんだけど、そう、誕生日は実家で迎えました。あと、もしかしたら傷動画になった時に分かりやすいかは分かんないんですけど、実は今まで使ってたカメラを今修理に、壊れちゃって修理に出してて、借りてる別のカメラで撮ってるから画質がちょっと違うかも、いつもとっていうのと、今まで使ってたキャノンはレンズの横にモニターがあったからそこを見て確認しながら撮れてたんですけど、今使ってるのがレンズのね、上にあるからちょっと私の目線が難しくってまだ慣れてなくて、ちょっとなんかいつもと違うなっていうか、まあ見づらいなって思う方もいるかもしれないんですけど、ちょっとなるべく不自然にならないようにやっていきます。キールズの、ブライトニングエッセンス美白美容液を朝つけます。キールズを久しぶりに使ってて、今キールズってもう何年も前から、多分大学生の時はスキンケアにお金をかけれなかったんで、社会人になってスキンケアにもう力を入れたいなってなって初めて使い出したのがこのキールズとかだったから、もう何年もね使ってるんですけど、やっぱりこう他のものを いろいろ使ってもキールズになんか戻ってきちゃうっていうぐらい、キールズ製品は大好きで定期的に使っております。紫外線が強くなってできた季節だから、このね美白系の美容液で肌に栄養をたっぷり入れている時期です。この鳥の声とか動画に入るかな、もうすごい方法劇を言うてます。イプサキールズの後に、最近はずっとこれですね、朝はアンブリオリシュの保湿クリーム、これは化粧下地にもなるくらいサラッとしてるクリームだから、朝は夜も使ってるんだけど朝に使うのが好き。結構これはもうなくなってきてた、絞り出してる。ゴールデンウィーク前から帰ってきてるから、まつは仕事だったので2人でね、1週間ぐらい、まつりと2人で1週間ぐらい帰省してるんですけど、家以外で過ごす時間が長いとなんかまつりの成長もいろいろ見れて楽しいし、両親にさ面倒を見てもらってると、それもこう親孝行にもなってるなとも思うし、私自身も楽をさせてもらっていて、本当に実家の時間はすごく自分にとって貴重でリフレッシュになるから大事な時間。はい、朝のスキンケアが終わったので早速メイクをしていこう。今日でね29歳になったんですよ、私。もう29歳って感じで、自分でさめちゃくちゃびっくりなんだけど、年齢とかこう記載する場所に29ってただ数字が変わったってだけの感覚なんですけど、はい、下地はクレドポーをゲットしました。こっちに帰ってきてこの間岩田屋で買いました。ついにクレドポーに手を出してしまいました。29歳、そう、29歳になるし、まあまあいい大人なのでね、化粧品とか美容とか今年いろいろ
やっていきたいなと思っているので、とりあえず新しいメイクアイテムが欲しくて下地をアップデートしました。多分すごく評判が良くて、まあ、口コミとかいろいろ見たりしてて、いつか使いたいなと思ってたんですけど、クレドポーめちゃくちゃお気に入り、気に入ってる、 何回かもう使ってるんですけど、こんな感じ。若干ね色がついてるんですけど、肌にのせると全く色はつかない。私はツヤ肌が大好きなんですけど、なんだろうな、これはちょっとセミマットツヤより、ツヤ残しよりのマット、まあつるんとした質感になるのね。で SPF25 は入ってるから、すっぴんで過ごす日も、何て言うの、すっぴんで過ごす日も、でも何かは顔に塗っとかないとみたいな時はこれだけでいいんじゃないかなっていうぐらい良き、とても、まあ、毛穴とかこのくすみとかのムラをすごく統一均一にしてくれるから、あの予定がない日は本当にこれで、まあ、眉毛とかリップだけ塗って全然 OK みたいな、割とこうどんな肌の状態でもスッと馴染んでくれるテクスチャーで使いやすいから、これ1本でもうほらしっかりツヤもあるね、ツヤもあるし肌のムラもこう均一に統一されている感じでいい感じです。この下地を買った時についでにコンシーラーもクレドポーで買いました。コレクチュールエクラプールレジュLO、ライトオークルかな、 LO ちょっと出しすぎたかな、クマの部分と、あとやっぱさこういう目元とかにシミがねいるんですよ、ちょっと気になる、こういうのとかを隠します。なんかこういうニキビできてる。そうか、29歳になって思うのはなんかもうみんなに、家族もそうだし友達にも、あとまあ年上の知り合いの方とかにも、みたいな、もう29になった、まこっちゃんもう29みたいなこと言われることが多くて、私が多分さ、もともと大学生の時とかから知ってくれてる方とか、若い時から知ってくれてる方からしたら、もう本当に時の流れが早すぎるし、自分的にも29って本当にただの数字で、中身が全然ねまだまだ追いついてないなと思うぐらい、まだ気持ちは本当に若いんですけど、本当29って急に大人じゃないって思ってるのね今。年齢は数字とはいえ、まあ、実際そうなんだけど、29になってちょっと焦るというか、20代最後かっていう、こう今まで28になるまでそんなに気にしてこなかったんだけど、29となるとちょっとね気持ちが今焦ってます焦るっていうか、やばいなみたいな、大人だなと思ってて、はい。でファンデは大好きなバイワのファンクッションファンデです。これあのクレドポーで揃えようかなと思ってたんだけど、やっぱりこのバイワのファンデが本当に大好きすぎるし、私的には本当ちょうどいいので、これから離れられず。でこの下地がちょっとこうセミマット、まあ、セミマットではないんだけど、ちょっとこう落ち着いた裸にしてくれるから、そこにちょっとツヤをプラスするみたいな意味で、このバイユアのファンデからは離れられません。来年は30かと思って、なんか本当にいい大人になってきたなと思ってます。でもやっぱり私的にはまだまだ若い気持ちではいるんだけど、そう、祭りも今年も夏にね2歳になるし、もう私もね大人になるよなとは思ってるんですよ。なんか20代最後いろいろ楽しみたいなと思ってて、なんだろう、考えてた時にちょっとウィッシュリストみたいなのを書き出してみようかなみたいな。私は新年にね元旦とかに目標とかあんまり立てなくて、ぬるっと1年がスタートするタイプというか、基本的にその緩い性格がめちゃくちゃ緩いから、ガツガツこう目標目標みたいな感じじゃなくてね、なんとなくこんな感じで生きれればいいなぐらいの感情的な目標しかなくて、けど20代最後ってなると、別に30になっても何も変わんないと思うんですけど、気持ち的に
こうやっぱやってみたいこととか今までしてみてこなかったこととかも挑戦したいなっていう気持ちになってるのよ。まあでもそんな大それ大きいことじゃなくて、ウィッシュリストっていうのも本当にちっちゃいことだけど今まで意外とやってこなかったなみたいなことをこの1年はいろいろやっていきたいなと思っています。例えばね、あのループってあるじゃん、あの電動キックボードみたいなやつ、あれに乗ってみたいとかめっちゃちっちゃくない？あのよく街中で見て、実家ね、あ違う、この辺にはないんですけど、東京とかはさよくさみんな走ってるじゃん、あれで。私あれ乗ったことなくて、別に子連れでお出かけしてたら乗る機会全くないんですけど、あれ乗ってみたいと思ったりとか、なんかそういうちっちゃいやってみたいをこうこなしていくっていうか、クリアしていく29歳、20代ラストにしたいなと思ってます。あとはね、海外旅行に今年は行きたいなと思ってて、まあ、この間パスポートも取りに行ったから、それは割とちょっとね予定してることではあるんですけど、今年こそは海外に行きたいと思ってるし、忘れてた、眉毛はいつもと一緒のインテグレートです。まあ、もちろんその海外旅行も祭りと子供と一緒に思い出を作りたいっていうのがあるから、初のね海外旅行も行きたいし、美容医療っていうのかな、ちょっとシミとか、私ね顔にねほくろが多いんですよ。これはあの こういうであるんでしょう、よくあるたくさんある方なんですけど、結構ね子供の時からすごくコンプレックスで嫌で、でも大人になったらもう気にしてなかったのよ。けどやっぱ気になるようになってきたりとか、でもそれはこうちっちゃいシミを見て嫌だなって思ったら、でも全部、そしたら全部取りたいとかなってきて、全部は取らないと思うんだけど、もちろんこういう場所にあるやつとかは気に入ってたりするのね、自分でも。だからこれは残すけど、なんかあんまりちょっと気に入ってないのもたくさんあるから、美容医療とかもやってみたいなと思ってるし、29歳ってなるとさ、メンテナンス、こう新しく何かをってよりもメンテナンスの方が興味が出てきたというか、シミ取りとかね、そういうのもしたいなと思うようになりました。参りますから。最近さ、私全然ピラティス行ってないなってバレてるでしょ日常 Vlog が本当に日常すぎてさ、そこにもうピラティスとか運動してる様子が出てこなかったらやってないんですこう正直なことを言うとね。だからピラティスも再開したい。ピラティスというか、ピラティスはもちろん行きたいんだけど、ボディメイクというかね、体を鍛えることも今年はまたやっていきたい。鍛えるってこうムキムキってよりも、やっぱり何もしてなかったから今まで、ちょっとね、そう、それこそさっき海外の話でしたけど、ちょっとリゾートに行く予定なので、それに向けて、まあでも緩くねやりたいなって思っていることとか、まあ、ここで今宣言してたらさ、私はやんなきゃいけなくなるから、ちょっとね宣言しとくけど、眉毛終わりましたので、次目は変わらず、メイク道具はほぼ変わってないんだけど、アディクションのパレット、この色です。そうで、誕生日今日当日の予定は別に何もなく、その特別なことは別に何もなくて、家族で夜ご飯だけで、それもね別に誕生日だから行こうってよりかは、ゴールデンウィークに家族全員が揃うのが今日しかなくて、意外とね、妹2人も土日休みじゃないシフトの働き方をしてるから、そんなに休みがね合わなくて、まさかの誕生日当日に妹2人も今日帰ってくるので、一番下は今帰ってきてて、そうだから夜ご飯みんなで行くのが今日の予定。ここのオレンジを塗りました。でこの次はこのゴールドを下に塗ります。それで私の誕生日ってさ、5月1日はゴールデンウィークのゴールデンウィークに挟まれてて、だから 1,2 が平日なんですけど、今年はその 1,2 が休みになる年もあれば普通に平日の年もあったりみたいな感じだから、結構ねどっかに旅行行ったりお出かけしても混むし、
予約取れないし高いしみたいな感じなのよ。だからまずその、まあ、家族3人でのお祝いは、まあ、お祝いというか松が考えてくれてるのは今週末じゃなくて来週末は東京に帰ってまた熱海に連れてってくれるみたい。熱海はちょっと前に行ってるんですけど、またそれも別の Vlog で上がってると思うんだけど、誕生日もまた熱海に行ってきます。嬉しい。熱海海の近くがすごく好きだから、そっちの方に行けるのはすごく楽しみにしてます。はい。でアイライン渦、今日の夜は家族でご飯で、ご飯って言っても家の近くの居酒屋でみんなで飲むっていう予定なんですけど、私の家族はみんな酒飲みなので、お父さんとお母さん、お母さんが一番飲むかな、お父さんとお母さんがこう飲むタイプで、まあ、みんな飲むか。まつげをあげます。なので今日は天気がいいから、この後は妹と祭りとちょっとどっか行こうかな。どっかって言ってもプラプラカフェとか行こうかなと思って、カフェとかお散歩とか、ね、公園に行こうかなと思っているぐらい。別に誕生日だからといって本当に特別な日ではなく日常なんですけど、マスカラも変わらずマイラッシュオペラの使ってます。最近ねこのヒロインメイクのボリュームタイプのマスカラを買ったの、新しくこれを。こっちもね好きな色でブラウンなんですけど、これがウォータープルーフで、まあ、でもこっちつけてみようか。ウォータープルーフで落とすのがちょっとお湯じゃ落ちないタイプで、これがさ本当にお湯でつるんと落ちるからこっちの方が楽だと思って、これをずっと使ってるんですけど、本当はこれめっちゃカスカスで中身が今なくなってるから、こっちをね使ってみます。これもね使いやすいんだけど、ただウォータープルーフっていう、だから夏はいいかも。これも結構ギャンって上がる。はい、まつげ塗りました。久しぶりにヒロインメイクを買ってみたけど、すごくバサバサに、ナチュラルにバサバサ。チークも、まあ、メイク用品はほぼ変わってません。チークもローラメルシエのこれです。そう、あとあの美容医療もさしたいって言ってたけど、あの私ここあんまり言ってないっていうか、言いたくないことでもあるんだけど、妊娠した時にねイボみたいなのが体にできて、でその名前をそれがすっごく嫌で、でも別に本当に誰からも見られない場所にねあるんですけど、でなんか治るのかなと思ってたら治らなくて、もちろんねあのニキビじゃないから治ったりしないと思うんだけど、多分妊娠中にそのホルモンバランスが変わってそれでできちゃったもので、多分あのよくあることらしいんですけど、それがどうしても嫌でさ、それは絶対ね取りたいの、もう近々なんかその名前が老化イボみたいな名前で、老化性イボだったっけ、まあ、とりあえずなんか名前が全然可愛くなくてさ、めっちゃショックだったわけ。もう 老人っていうか老ご老人とかの老のね字なんだけど、あもうそんなものをね気にしないといけなくなったのかって思って、その時は一瞬ショックだったんですけど、でも別にそれは老化とかが原因でできるわけじゃなくて、ただ名前がそういう名前で、ああもうやだやだみたいな、それがあるさ自分がさ嫌じゃん、本当に誰にも見られないのよ、自分しか気にしてないんだけど、だからそういうさとこも29歳だったらこう自分でこう気もなんか解決している、その気持ちの落ち込みは自分で解決できることだったりもするから、そういうとこもちょっと気にして、もっと可愛い名前だったらさこんなに落ち込まないのにってさ思わん？なんかなんだろう、可愛い名前であってくれよと思ったんですけど、それを調べた時忘れてた。ハイライト名前なんだったかな、まあ、やっぱアラサーもアラサーだからさ気になることも増えてきてるよ、なんかいろんなちっちゃい悩みはあるなと思ってます。顔完成しました。あ最後に リップは塗ります。その前に髪をね
やります。ネイルも帰省する前にちょっとキラキラに変えてきたのと、髪も何日か前に染めました。福岡でずっとお世話になっている美容室に久しぶりに行って、でちょっとねヘアスタイルをイメージが変わるようにこの前横の髪も増やしてもらっております。でもわかんないでしょ、こうやって耳にかけてたら気分をね変えたい時にだけ出すみたいな。ちょっと温めます。今日は巻かずにアイロンで伸ばします。もうほんとアイロンを通す、ストレートに通すぐらいで巻いてもいい感じにカットしてもらってるんですけど、今日はストレートに通すぐらいで あとはオイルをつけるみたいな。今は夏に向けてちょっと髪をまた伸ばし中。まあ、でもこんな前みたいにロングにはしないかもだけど、このぐらいまでは伸ばそうかなと思ってる。ささっとアイロンを通したので、ヘアオイルはこれナインのマルチスタイリングオイルを使ってます。完成しました。あとはリップはどうしよっか、シャネルルージュココバーム914、これを久しぶりに使います。オレンジベージュみたいな色です。準備が終わった今、なんと東京からお花が届きましたありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15本の赤いバラが届きました。お誕生日ということで、当日は私は実家に帰ってきてて、あの一緒に過ごせてないので、まあ、さっきも話してたけど来週に、まあ、3人家族ではお誕生日お祝いをしてくれるということだけど、当日は花が届きましたということで、お花が来てやっと誕生日らしくなったかなっていう感じで、母になってから余計に思うのが、まあ、誕生日って周りに感謝する日、産んでくれてありがとうだし、育ってくれてありがとうだし、こうやって私が楽しく普段過ごしてるのも本当に家族のおかげだし、こうやって旦那様のねサポートもあるおかげだし、祭りも元気でいてくれるおかげだし、友達も一緒にやってくれてる会社チームの皆様も見てくださってる皆様のおかげだなと、本当に周りに感謝する一日になりました、になりそうです。本当にいつもありがとうございます。そのね感謝の気持ちを忘れずにラスト20代恩返しできるように私も駆け抜けたいと思いますね。これがちゃんとした抱負目標だよね30歳になった時はもっともっとハッピーにね過ごせていると思うので、今年一年また楽しく過ごしたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。